ベルートという事実性というよりも、むしろあのベイルートについてのイメージがこういっぱいあって、実際に最後に見た時もそうなんだけど、私自身が経験した内容というのがもうほとんどあの化石化してる。最初の4年ぐらい行ったり来たり、その後の26、7年はベイルートというかレバノンそのものに私いたから、その中でベイルートのイメージも変わっていくわけですね。ベイルートという街すらが泣いてるというか変わっていくんで、例えば内戦中とかイスラエルと戦争してる時にレジスタントしてベルトの街攻撃されたためにベルトが泣いてるという、あのそのぐらい泣きながら僕らやってたんだけど、言い方はちょっとあの挑発的すぎるんだけど、街とか国が泣くわけはないんだけど、そういうぐらいに感じてたところから泣くことすら忘れたベルトというところまで、そういったものが非常にあの静かになっていて、あるいは人々の泣き声とか町の泣き声が死んだんではなくて、おそらく今は静まってるという感じがあって、静かになってるベイルート、それを向こうの逮捕されて3年入ってる間に痛感しながら生きたっていうのがありますから、日本で言えば春の、 あの非常に静かな海の波の音っていうのはほとんどしない、むしろ砂浜にこう当たる音ぐらいだから、私が知ってるベルトの海っていうのはやはり音というよりも色と色の変化と、むしろ水の姿なんですよね。もちろん仲間がベルトのピチョンロックの横で3つ渦が巻いてて、山岳地にいたのがキャッホーって出ていて、そこを飛び込んですぐ死にましたけどね。そういうあの危険性も秘めてんだけど、やっぱり地中海っていうのはひたひたの海ですよね。